もしもし、ちょっと今もう撮影始まってるから。ちょっとほんまにもう撮影始まってんねん。いやいや、いつも言ってるやん。うん、ちょっと待って、もう最後やで。キヨキヨハロー YouTube、 キヨキヨハロー YouTube、 よろしくお願いします。お疲れ様です。今日の企画なんですけど、ある武器を持ってきました。怖いっす。あ、痛いもんじゃうっす。痛いもんじゃうっす。なんすか？これっす。なんすかこれ？それは実はスピードメーター、スピードメーター。スピードメーターっすか？うん。それでキック力とか測れるらしいね。どれぐらいの速さとかシュート、キックがっすか？そうそう、スピードとかが。へえ。遅いやろ絶対。僕っすか？うん。まあめちゃめちゃ遅いっすね。うん。遅いな。遅いっすよ。それでようミドルシュート決めてるな。いや、めっちゃ遅いっす。でこれでスピード測れるっていうことですか？うん。これをじゃあゴールのネットの後ろに置いて、そうそうそう、これをゴールのネットに打つっていうことですか？えらい詳しいな。いいんすかそれで？それでいいんすか？これ他の YouTuber もやったんすか？やってたかもしれない。誰がやってたんすか？ AJ ユナイテッド。 AJ ユナイテッド、いつもお世話になっております。パクらしていただきます。YouTuber あるあるです。堂々とパクること言うやつおらんな。いや、パクるっていうかパロディっていうかカバーっていうか、うん、得意分野やな確かに。それは徳永秀明なんで僕は。で、僕があのゴールネットを置いて、AJ ユナイテッドさん何キロ出たんでした？結構な数蹴って、88、はい、88っすか？うん。いや、すごいっすね。すごい？いや、僕は超えれないっす。マジで？多分僕20キロぐらいしか出ないと思うんで。野球やってた俺からしたら88、少年野球のピッチャーやけどな。まあ、でも野球とサッカー全然違うんで、それを一緒に考えてしまってるっていうことも嫌なんで。あ、すみません。とりあえずこれゴールネットを裏置いてゴールネットを蹴るっていうことですよね。ゴールネットを蹴ったから、ゴールネットにボール蹴るってことですね。破れる可能性ありますけど大丈夫ですか？あ、結構威力あるんですね。うん、20キロですね。じゃあまあ早速見せてもらいたいですね。見せていいですか？じゃあ早速準備ができたんで、ボールを右足で蹴っていきたいなと思ってます。溜めて言うな、早く言うてくれ。左でも蹴る恐れがあります。よろしくお願いします。じゃあ多分20キロぐらいしか出ないですけど、1球目蹴っていきたいなと思います。お願いします。うわお、まあ、よく小学校の時あるあるやったと思うんですけど、この膝の下を振りを速くしろってよくコーチに言われたと思います。 あります。僕もそれ意識してやりたいなと思ってますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。結構真面目に普通のこと言うんや。え、やっぱりサッカーって、早蹴ってくれよ。フォームっていろんなフォームあるじゃないですか。ポグバが PK ゆっくり行ったりとか、子供の時みんなやったかなと思うんすよ。ベッカムの蹴り方の真似とかやったと思うんすけど、なので僕はロベカルさんの、ロベルトさんのキックの真似をします。皆さん分かってると思いますが、こうやって撮影は時間をしていきます。おい、多いって。わっ、おー、いいね、おー、いいね、いいね、いいね。あの機械も頑張ってんのよ、100キロ出そうって。俺も頑張ってるし、機械も頑張ってんの。誰も攻めてないよ。機械も頑張ってんの。いきなりなんか機械に出させてあげたい、100という数字を。優しい。一番左のパネルかわいそうやん。あんのに自分だけテカピカピカって、他の右2つの数字はピカピカってなってるの、そっち番左だけピカピカってなるタイミングもない。ピカピカの癖すごいからやめろ。かわいそう、出させてあげたい、ピカピカ光らせてあげたい、あの子の一番左側の人生も。ノーカウントされたら。シャー、いや普通っす。まあ終わりましたけど、まあ、なかなか思うような数字は出なかったんですけど、確かに、まあ、彼自身も頑張ってたんで、彼は叩いたいなと思ってますし、うん、まあ、彼自身も多分自分の気持ちを伝えるのが苦手な子だったんですね。あ、なるほどね。彼も思春期なんでなかなか数字っていうのを表せない子だったんで、なるほど、まあ、しょうがないかなと思います。まあ、100は超えたんでよかったかなと思います。最後に彼の特技見てもらっていいですか？あ、え、特技持ってるのそいつ。見てもらっていいですか？あ、お願いします。ワン、ツー、スリー。バクってる。